皆さん、こんにちは。今日は日本の俳優界で長年活躍し、最近では海外でも注目を集めている小林薫さんについてじっくりとお話ししたいと思います。先日、衝撃的なニュースを目にしました。小林薫行く、突然の訃報にファン涙、という見出しの記事です。一体何があったのか詳しく調べてみると、実はこれ、小林さんが出演中の NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の内容に関する記事だということが分かりました。ドラマの中で小林さんが演じる穂高重親先生が天国へ旅立つシーンがあり、それを悲しむファンの声が多く寄せられたことから、あたかも小林さん自身の訃報であるかのような見出しになってしまったようなのです。驚きましたが、同時に小林さんの演技力の高さを改めて実感させられる出来事でもありました。そんな小林薫さんの魅力について、今日は皆さんと一緒に探っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。小林さんといえば、国内外から高い評価を受ける実力派俳優として知られています。特に、韓国では絶大な人気を誇っているそうです。でも、なぜ韓国で小林さんがそこまで支持されているのでしょうか。その理由を探ってみると、とても興味深い事実が見えてきました。小林さんが韓国で人気を集めるきっかけとなったのは、2009年にスタートしたドラマ「深夜食堂」だったと言われています。深夜の食堂を舞台に、店主のマスター小林薫さんとそこに集まるさまざまな客との交流を描いたこの作品は、日本国内だけでなく、アジア各国でも大きな反響を呼びました。特に韓国では社会現象ともいえるほどの大ヒットを記録し、2015年にはソウルドラマアウォードで外国ドラマ部門の最高賞を受賞するなど、まさに快進撃を続けたのです。この深夜食堂の人気の秘密は、なんといっても小林さん演じるマスターの存在にあったと言えるでしょう。無口で寡黙ながらも、どこか人情味あふれるマスターの姿に、多くの視聴者が共感し、魅了されていったのです。ハイカラビデオ。韓国でのドラマの大ヒットを受けて、小林さん本人も積極的に現地との交流を深めています。2016年には、深夜食堂の韓国版リメイクにも特別出演を果たしました。一方で、一時期は小林薫は韓国人なのでは?という噂がネット上で広まったこともありました。しかし、これは全くの誤情報だということが判明しています。小林さんは京都府出身の日本人で、国籍も日本です。でも、考えてみれば、国籍や出身地に関係なく、小林さんの人間性や演技に惹かれる人が世界中にいるということは、とても素晴らしいことですよね。芸術は、国境を越えて人々の心を動かす力を持っています。さて、俳優としての魅力だけでなく、小林薫さんのプライベートにも注目が集まっています。特に2009年に22歳年下の女優小梅さんと結婚したことは大きな話題となりました。馴れ初めは2002年に共演したドラマ「私立探偵浜マイク」での出会いだったそうです。撮影現場で小梅さんの一生懸命な姿を見て、小林さんは一目惚れ。その後猛アタックを続けた結果、めでたくゴールインとなったのだとか。年の差カップルの成立に世間は大きく沸きました。でも実はこの結婚、小林さんにとっては再婚だったのです。1984年に女優の中村久美さんと結婚していましたが、2001年に離婚。その理由についてさまざまな憶測が飛び交いましたが、子宝に恵まれなかったことが大きな原因だったようです。中村さんは、彼はずっと子供を欲しがっていました。でも、私との間に子供ができなかったので。だから、やっと夢が叶ってよかったなと思っています。と当時を振り返っています。そんな小林さんにとって、小梅さんとの間に生まれた子供は、まさに天からの贈り物だったのでしょう。結婚の翌年、2010年に待望の男の子を授かった時は、小林さんの喜びもひとしおだったに違いありません。息子さんの名前は新田くん。新しい命、新しい家族のつながりという思いが込められているのかもしれません。現在は14歳になったそうで、パパの職業が俳優だということをしっかりと理解しているのだとか。
成長する息子の姿を小林さんは嬉しそうに語っています。60歳を過ぎて結婚し父親になった小林さん、周囲からは子育てなんてできるの?と心配する声もあったそうです。確かに若い頃は夜の帝王なんて異名を持つほど夜遊びが好きだったといいます。でも今は家族のために自分を変えようと頑張っているのだとか。規則正しい生活を心がけ、週に2回はジムに通って体を鍛えているそうです。息子が成人式を迎える頃には70歳、それまでは元気でいたいと健康管理にも気を配っているのだとか。昔の自分を振り返り、料理もできないような昭和の男じゃダメだと反省した小林さん、今では家事や育児にも積極的に参加しているそうです。ハイカラビデオ。家族のために変わろうとする小林さんの姿勢には多くの男性も共感するのではないでしょうか。小林さんのこうした変化は役者としての在り方にも現れています。若い頃は自分の演技スタイルに固執しがちだったそうですが、年を重ねるごとに役柄に合わせて柔軟に変化していく大切さを学んだといいます。その成果は今の小林さんの幅広い演技力となって現れています。コメディからシリアスまで様々な役柄を見事に演じ分ける小林さん、その姿は多くの視聴者を魅了してやみません。役者として、そして一人の男性として成長を続ける小林さん、そんな小林さんだからこそ若い俳優からも慕われているのかもしれません。現場では後輩の面倒見がいいことでも知られているそうです。時には厳しく、時には優しく、まるで深夜食堂のマスターのような存在なのかもしれませんね。小林さんの代表作を振り返ってみると、深夜食堂シリーズはもちろんのこと、オールウェイズ三丁目の夕日シリーズでの笑福亭鶴瓶さんとの名コンビぶりも印象的でした。また日本の一番長い日では終戦を決断した鈴木貫太郎首相を好演、重厚な演技が高く評価されました。最近ではマイファミリーで認知症の妻を献身的に支える夫役を演じ、多くの視聴者を感動させました。どの作品でも小林さんは役になりきり、キャラクターに命を吹き込んでいます。その演技力は日本のみならず世界中から称賛されているのです。さて最後にもう一度冒頭のニュースに触れておきましょう。小林薫さんが出演中の NHK 連続テレビ小説虎に翼、実はこの作品、日本で初めて誕生した女性弁護士の物語なのです。小林さんが演じている穂高重親は、ヒロインを法曹界に導くきっかけとなった恩師役。ドラマの中では、穂高先生が天国へ旅立つシーンが描かれ、それを悲しむ視聴者の声が多数寄せられたそうです。寂しい。穂高先生、もっと見ていたかった。ドラマの登場人物とはいえ、小林さんの演技力によってリアルな別れを感じさせるほどの説得力があったのでしょう。ある視聴者の方は、一番印象に残っているのは穂高先生の最後のシーンです。生徒たちに見守られながら静かに旅立っていく姿はとても美しくて、でも悲しくて、小林さんの演技に思わず涙が出てしまいましたと語っていました。小林さんの演技は私たちの心に深く刻まれる名シーンを生み出す力を持っているのです。以上、俳優小林薫さんの魅力に迫ってみました。日本が誇る名優であり、かつ一人の男性としても尊敬すべき人物、小林さんの生き方からは私たち一人一人が学ぶべきことがたくさんあるように思います。変化を恐れず常に成長し続ける姿勢、家族を大切にし周りの人たちと誠実に向き合う心、そして何より自分の仕事に真摯に向き合い最高の作品を生み出そうとする情熱、小林さんのように謙虚に、そしてたくましく生きていきたい、そんな思いを多くの人が抱いているのではないでしょうか。これからも第一線で活躍し続ける小林薫さん、新たな作品にもぜひ注目したいと思います。私生活でも息子さんの成長を見守りながら素敵なパパでいてほしいですね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。